皆さんこんにちは、アイケスケです。2024年、4月21日18時36分、まあ、先ほどまで、そこまで行って委員会、2024年4月21日の、一夜二で、まあ大真面目な話をしてたんですけどもその後、まだ見てなかった分を、再生して見てたんですけど、内容が、あの内容しょっちゅう放送してますよね。頭ポンポンだとか、容姿がどうこうとか。まあ、頭ポンポンに関しては触れなきゃいいと思いますよ。で、今シーズンホテルフルーツアパークで、小学生ぐらいの子とか、中学生ぐらいの子とか連れてきてた人いるでしょ。いつも見ていて思うんですよ。この人たち、どんな話で僕のこと言ってんのかなと、あの時の。可愛がれと言ったり、可愛がれなと、ちゃんと相手せって言ったり。こっちの言われてた内容を聞いてほしい。まあなんか別のなんか議員さんの人でああいう風に建物の中に走り込んでいく映像ありますけど、あのニュースも本当はものすごい前からですからそれでもなんかあの大人の世界で、大人の世界っていうのはその20歳以上の人ですよ。今18歳以上どうでしたっけ。20歳以上の人で例えばある程度、まあ30歳ぐらいだったと仮定します。で20代そこそこぐらいの、異性の、ものに頭ポンポンする。男性が女性にされたらめちゃめちゃ腹立ちますから。それ女性腹立たないんですか。本当いろんなこと、上司っていうその言葉だけで下のものをする。人材派遣業とか機関雇用の人たちにあなた正社員としてボーナスとか。でまあ、あの次容姿の話言わせてもらいますね。容姿変わるときものすごく変わりますよ。これがね、まあ少し前の頃の僕の運転免許証の、顔写真です。まあピントは合いますかね。まあちょっとピントはだいぶ合わないと思うんですけども、まあまあちょっと分かんないですかね。まあ今から数年前の、の時の僕です。このまあ今映像でも映ってるし、まあわかるじゃないですか。ベルシステム24に行った時の顔、これこれね、ピントはっきりと映った方がわかりやすいと思うんですけども、ちょっとねごめんなさいね、あの別の人の顔映されてる、それはあの入り込まれてるという表現でもいいと思うんですけどね、霊的なものの方です。これね芸能界の人でも結構今誰の顔になってるなってなるんですよ。この辺に元アナウンサーだ、今ではアナウンサーなのかな、ちょっとよくわからないですが、アナウンサーの人間でその、ちゃんとあの話しなかったらその強制わいせつしてきた人間の顔に変えられるっていう、淡井圭介を強制わいせつしてきた女ですよ。だから女にもやばいやついっぱいいるから、世の中存在するから本当に油断した方がいいです。本当にあの宮沢喜一総理っていう人が昔いたんですね。その家系の人で宮沢友っていう名前でしたっけ。もう僕はあんまりよくわからないんですけども、まあ、家系を見たらその宮沢喜一さんのところと、今現在総理の岸田さんも家系たどったら総理の人の家系で、そこ両方とものところからの、親族が今の岸田さんのはずなんですよ。でその宮沢喜一さんのその元総理の宮沢喜一さんのところの家系からが宮沢エマっていう人とテレビにたまに出てました。で、宮沢友っていう、フジテレビのアナウンサー一応ねちゃんと聞いたんですよ。宮沢友アナウンサーですかって聞いたんですよ
その辺のところで すれ違った時に、その時何か電話話しながら、なんかこうよく歩いていて、一応まあうなずいてはいたんですけどその後、ちゃんと返事せんし、あ、もううなずいてたけど、なんか違う人かな、電話してる相手にうなずくとかもあるしと思って、一回、もうそのまま僕も歩いて通り過ぎたところで、その、田尾寺駅の、その、北進清和台の方へ、こう、丘を上がっていくというか、まあ、そこに消防署があるじゃないですか、その方向へ行く、階段を上がっていくところ、田尾寺駅とその、アルカっていうストアがあるんですけども、その間のところは上がこう道路通っていて、下が、田尾寺駅で、そこの階段とか上がっていきながら、まあ、めんどくさいかもけど、もう一回ちょっと戻って本人かどうか顔確認しとこうかと思って戻ったんですよ。戻ったら、その強制わいせつ昔してきた大瀬まりなっていう神戸大学附属病院のそいつの顔に変わっていて、声聞いたら宮沢智アナウンサーの声だったんですよ。でも、その話、その宮沢智アナウンサー知ってるから、他にも関西系のね、アナウンサーで、別の、アナウンサーで、番組中に強制わいせつしてきたっていうか、変わっていて、まあ、それはもう神がかり的な時間の世界なんですけども、もうなぜそういう風になったか僕もわからないんだ。とにもかくにも、宮沢智アナウンサー、電話かけ、壁に向かって喋ってるから、顔見られんようにしよう、今顔見られたらお前が捕まるかもしれん言ってました。電話でその時喋ってた相手の、多分男性の人と喋ってたと思うんですけども、わからないですよ。それ電波で僕はそういう風に聞かされてるだけかもしれませんし、まあ、電話から漏れてくる声を、正直2-3メートル離れただけでも、ほぼほぼ何言ってるかなんか聞こえないじゃないですか、電話の向こうの人が喋ってる声。だからまあ、それで、まあよくわからない、まあまあまあ、男性の声で、今考えたらどちらかというと電波っぽいですよね。普通、それなかなか聞こえへん。もう本当お手上げ。何回かグッディっていう番組がそのフジテレビで放送されていた頃、その終わる直前とかもその辺歩いてましたね。その時皆さんと話す、もう厚底のなんかサンダルをものすごく厚底、もう厚さ本当に靴底の厚底背伸びしてるとか、なんか、すぐに逃げられんように、わかるようにゆっくり歩かせるわとか、なんか、そんな音声聞かされてるんですよ。で、それを吐いたらって。それ、僕は、岡場駅の、その、自転車置き場の前の、今、鳥貴族があるところの信号を渡ったところの自転車置き場から、まあ、バーだとか、賃貸だとかの、その、物件関係を扱ってるところの方を、見たときに、ね、ピアさんともアナウンサー、らしき人物が、靴底を、それ見ても、それを、なんか、ずっと協力がしてるんですよ、ピアさんと。わかんない。僕が、その、ゆうこちゃん。それも、あぜんとするか、もう、わかるどっちになるか。覚えていたら覚えて。もうわかんない。もう何回か声かけて、ちゃんと話でも何も始まらなかったから、もう何目的で生きてるかわかんないんで、どうせ後から、そのスポーツの勝ち負け、うんぬんとかで、どうせまだもう嘘の総本山テレビ局もう本
ったの得点の取り方見とったら、もうあいつら最初嘘ついたもの勝ちでって、そのもう昔からのテレビ局ですよ。もうただもうそれもあんまりよく考えたら、あの人間の音声入力システムとか人間の音声を政府が拾ってるエシオンっていう理化学研究所の日本だったらスーパーコンピューター、今は富岳、以前は K、 もうその判断もう手に負えない、こんな世の中。ただそのそこまで言っていいんかいの話を戻しますけど、よしこんなに変えられてたらそれは大丈夫まあまあ別の人が取り付いてるっていうことで、それ外してあげた方がいい。できる人はできますから、まあ僕は定期的にそれを行ってます。テレビ見てたらすぐそれだから、お手上げです、本当に寝転んでテレビ見ただけです。それどころか iPad とか、その間僕の顔一体どこ行ってるんでしょうね。それとこのベルシステム24で働いていた時の僕の顔、どこの誰が使ってたんですか、本当に。まだこれもコロナ関係よーく見ると、まあ芸人で小峠っていう人の顔と足して割ってるような顔になってますね。頭痛くなってる、本当に。もうこれもあのすぐにあのすぐ自分の状態回復させることできますから、僕は。ね、本当に個人情報絶対いらないです。今画面に映ってる僕とね、ごめんなさいね、ちょっと指させてしまって、自分に指向けてるつもりだったんです。でこう同一人物に見えます。まだこの顔グレード下がってる方ですよ。さっきテレビ寝転んで見再び見たから、そこまで言って、ね、ここのこうかこう比べても全然違うこと分かる。これとこれでもだいぶ違うこと分かるでしょ。個人情報を全然いらない。それ全部開示していたとしても、住所いろんなところに泊まりに行ったやつやとか逃げ回ったやついっぱいいるから、それ昔の警察官の人の職務質問の方 人で、こういう聞き方をする人、まあまあ、よく分かってる人、ちゃんと自分の家で寝てますって。僕はちゃんと自分の家で寝てますよ。よっぽどのことがない限り。まあまあ、東京の方でね、いろんなテレビ局の事務所周りとか、以前、淡井圭介と会って結婚話した人間とか、真鍋かおり、本当は親戚なんですよ。あとこで行ったけども、会わせてもらえませんでした。もう何がどうなってるのか、もうこっちが知りたい。もうそれが僕は30歳ぐらいの頃で、16年ぐらい前ですね。テレビ局の人間、片っ端から受付で追い返してきて、で、まあ一応、宇賀夏実だけね、出てきたんですよ。ただその頃は、2013年ぐらいの頃ですね。2013年か15年、まあこれぐらいの期間ですね。ただ最後に出てきた時、自分の電話番号を書いた紙を渡してきたんですけども、もう上下黒のスーツ、髪の毛金髪、それめっちゃくちゃまずいから、そのコンピューターの世界まで分かった時、分かってない時も多分本人が気づいてないだけ、もう その状態すごく警戒した方がいい。あの黒ずくめの状態でさらに髪の毛染めてる、もう髪の毛染めただけでも不良化してるのに、もう怖いとかね。で電話番号渡すだけ渡しといて、自分から何回僕に電話かけてくれました。それで電話かけたかかけてないかで言うと、誰かに何か聞かれた時にね、その電波の調べる方法、イエスかノーかだけの世界だったら、電話かけました、私は電話かけてるって言い張るんですよ。で、いや別に今宇賀夏実と喧嘩しようとしてるわけじゃないんですよ。
この状況皆さん聞かれてどう思いますっていうところと、あとコンピューターから聞こえてくる電波とか、こっちはこうなってる、ああなってる、あんまり当てない、質問の仕方、本当に。じゃああなたは何回ぐらい彼に電話したんですかって、その内容はって聞かれました。裁判所の裁判官はちゃんとそういうこと聞きます。まあ何年間の間かで3回ぐらいしか電話かかってこなかったと思いますよ。でだから、だからその間精神病院に入れられたりしたでしょ。で、宇賀夏実という存在の、その子供の頃からあったことのあった記憶とかあるとかないとかで、全然違うんですよ。僕はまず最初、古舘伊知郎さんとテレビ朝日行った時は相談したかったんですよ。何がどうなってるか。宇賀夏実という人物に関して、いやもう人物としか言えないんですね。そのアナウンサーとしてね、今でもその関西の土曜は何するっていう番組もそうそうなんですけども、あの池上彰ニュースどうだったかに関しても、以前の VTR 何回もそのまま放送します。何回も出演者のカズレーザーっていうものとか、他の出演者の人とかでも明らかにこの人だし、ああ何年も前の時の顔だなっていうのはありますから、まあその神がかり的な力で極端に若返りとかの方法はあるんですけども、それはもう出演者他の人たちのメンバーとかを見て、それで総合的に判断ですね。であとはもう池上彰さんの年齢はもう76歳、今年で77歳ですから、もうまず現場にはいないですよ。だからもう今日もなんか池上彰さんの番組でね、テレビ東京系列で、19時から放送があるんですけども、なんか朝鮮半島の有事がどうこうみたいな内容を放送したがってるんですよ。ちゃんと僕からの提案で、そのムンジェインさんとキム・ジョンウンさんでああいう風に2人だけで話し合ってもらう、これ僕からの提案ですよ。このタンマっていう声聞こえてきましたけど、何言ってるんです。ちゃんと日本の政府を本当は通しますよ。日本の政府を通した後、あとは大使館任せでしたっけ、そちらの方ででしたっけ。だからその辺のところは僕はよくわからないです。ちゃんとアメリカに間入ってもらうような形でって、まあその方がその状況的には落ち着けやすいと。まあ、その首脳会談に関しても、それね、何回かしてもらう、2回は、2回目の時が、何人もお互い水面下で話し合う内容とか何も設定しないまま、首脳会談したらどう、そう、もう1回目うまくいったし、大丈夫ですよっていうことで、1回してもらったことあるんですよ、そしたら。話全然進まない。さすがのトランプ、まあ、アメリカの大統領ですから、まあまあまあ、一時期は、世界ナンバーワンの国はアメリカだっていうような風潮は世間であったわけじゃないですか。そのアメリカの大統領、お手上げも、トランプさん、キム・ジョンさんと、ムン・ジンさん。もう何話したらいいかそのよく分かんない状態その前の VTR あれシンガポールでしたよね確かその観光名所巡りちょっと待ってください正直僕伝えようとは思ってなかったですけど、頭の中では正直こう考えました。ちょっと待ってくださいよ国のお金使って収納3人も収納観光旅行いやすごく楽しそうにしてるんですいや お互いにね、その僕としてはさ言いましたよ、言いましたよ、みんなでこう仲良く
構ね、あのこの言葉のワードが通じる方と通じない人がいるかと思いますけど、まあ和気あいあいと、意味わからないと、まあ、意味置いといてもらって、まあ、とにかく、まあ、仲良くしてるところをね、こう世界に公開していただけたらっていうふうに言いましたよ。シンガポールのどこ行ったんだ、どこ行ったんでしょうか、本当にあれ。まあまあ、さすがにカジノには入ってなかったと思うんですよ。その後もう3人とも城のモデルになっていて、うん、僕は攻めてなかったと思いますけど、こっちではこうなってる、あっちはなってるの声を聞こえてたんですけど、やっぱりみんな言われて言い始めました。あれ、とりあえずね、そのまあその後仕切り直しで第3回は、あの最終的にあの、まあ、アメリカの大統領なしでもう親しは作ったということで、あとは大丈夫なはずだということで、ムン・ジェインさんとキム・ジョンさんが、アメリカの大統領 なしで、まあ会談、まあ、3回目の会談のところまでは進めたんです。あ、それは僕からの提案です。さすがにあれ、あの内容は時間軸、テレビの再放送じゃないでしょう。僕からの提案でしたし、安倍政権でしたし、安倍さん知り合いでしたし、まあ、畑山幸雄さん、邦夫さんもそうですし、もともと僕と会って、だいぶいろいろ話した方ですね。で、まあ、麻生太郎さんもそうですし、菅さんもそうでしたし。じゃあ、もう今日のその19時からさ。もう どうせ見るとしても僕も寝転んでしか見ないですよ、本当に。でいろいろ聞こえてきたって、そんなの知らないですよ、そんなもん。あんだけ友好関係したのに、またややこしい放送、もうテレビ東京、ほら、日経経済。それ、視聴率狙いだったんじゃないですか、それしたら食いついてくる人間。まあ、内容を見てみなかったら分かりませんけども、なんか、テレビ欄の字幕を見たらね、その朝鮮半島の有事、昔は台湾有事、それで、ね、台湾有事の話はね、僕は1998年ぐらいのフルーツラパーク勤務地の頃に決着ついたはずなんですよ。いや、そんな文字見たらわかるでしょって。絶対中国系じゃないですかって。いや、こっちからしたらね、昔、日本は、朝鮮半島と台湾とか、一番気まずい満州国です。それ、ほんとしてしまった方だから、もう、早めに、態度を示しておいた方がいいっていうところで、どちらかというと、絶対そちらですっていう。片や台湾の方で、今日本とちゃんと友好関係したらな、あ、彼の立場もかわいそうだっていうことになってるわっていや、おかしい、中国の方ともちゃんと仲良しだはずなんで、まあ、こう近年で言うと、僕からの提案で習近平さんに来日していただいて、平成の天皇陛下に、首脳会談ということで、まあ、会食、まあ、そこは、お食事で、もう今までいろんな総合的な経験、総合的な経験でも誰から何言われるかわからないから、僕はじゃなくて、その会談されてるお二人がね、これ、まあ、日本の、まあ、一流ホテルと呼ばれてるところは、まあ、ディナーのコース料理で、まあ、高いところで2万円超えたりしますけども、コース料理1万円くらいにしときませんかというところで、もう本当にやっぱりこういう時代ですからということで、本当にその時はちゃんとテレビでも特集組んでくれてたんですよ。あの1万円以内、1人1人前ですよ、1人前1万円以内のコース料理で首脳会談っていうところそこでまあ、まず日本側の人たち、
習近平怖すぎ、トップは切れるけども、その金額の料理でええんかとか、そういうややこしいこと。なしなしなし。なしなし。過剰接待の話がある。もう一番無難、もう習近平さんも、一番無難な方がいい方の方の人ですっていうことで、その話中国の方でも回しといてくださいって。向こうはちゃんと、僕からの提案でね、日本の国会に、みたいな、もの、ごめんなさい、名称忘れました。中国の自民党大会とか開かれる、あちらの国会。国会っていう言い方でいいですよね。もう翻訳の仕方とか。国アウト書いて国会なんか、首脳会談みたいにも聞こえますけど。まあ、もともと、各地方がこう、昔の、ばらついてた頃の時代、いわゆる戦国時代、あの話もどうせ嘘だと思うんですけども、自分で、槍持って、刀刺して、その脇差しですよ。で、鎧まで来てね。歩けると思います、あの距離。平地を想像するからダメなんですよ。山の中、ほんと。茂みとか。絶対方角分かんなくなりますよ。もう、絶対絶望的になります。のろしの滝以来。大南方、あの辺でのろし滝で。救助進行だったと思うんです。こっちも高なんか。えらいもん見つけてきてしまった。これね、各自で、鎧じゃなかったとしても、リュックサックに、まあ、一回でいいから、お米、5キロのお米をリュックサックに入れて歩いてった方が。30キロは歩くだけでも手いっぱいですから。自衛隊のレンジャー部隊の人は背中に背負ってるリュックは10キロ未満だったと思いますよ。背負ってる量。ただ、一応銃を持ったりして訓練で、レンジャー部隊の人たちの訓練で、テレビ局をふざけ始めて、歩いてる距離が1日、まあ、30キロから40、確か40キロだったと思いますよ。夜まで歩いてましたから。朝から夕方までだったら30キロぐらいが限界ですね。で、まあ、レンジャー部隊の人たちは山の中を歩くんですよ。で、1日40キロほど歩くっていう、あの距離はもう外きついですよ。本当に。僕の河川の撮影はね、一番歩いてるとき本当に40キロ歩いてますか。滋賀県の琵琶湖から歩き始めて、京都の宇治川のところまで、歩いて撮影してもらってますから。巻き山の中ちゃんと撮影してる。ちゃんと見えてますから。倒木いっぱいありますから。ある。いくらでもある。本当に、たくさんあるっていう意味です。その後、まあ、宝塚の駅あたりで降りて、向こう側の撮影を、今度、南の方の、向こう側って最終的に西宮市になってたんでしたよね。まあ、西宮市のところまで、阪急電車の降下したぐらいのところまで撮影して歩いてます。あれ夜です。ごめんなさいね。その動画もうなくしたんですよ。一回動画つなぎ合わせて自分でも見たんですけども、夜だったからライトとか何もないから全く何も見えてないんですよ。一応自分で言葉で、まあ説明はしておいたんですけども、あかん、この動画役立たへんわと。せっかくそれだけ歩いた。あれトータルで40キロ歩いてると思いますよ。めちゃくちゃしんどいですよ。次の日歩けまあちょっとぐらいは歩けますけども。二日連続であの距離はさすがに無理。はぁ、以上です。まあ話戻しますけど、まだそこまで行っていいんかいのその途中だったんですか。容姿変わっていたら、こんなに変わっていたんだ。従業員、これね、一つの会社で、100人超えのところ、特に1日の出勤者が100人超えのところって、
まあ、曜日とか日によって違う人たちが出勤してくるわけじゃないですか。で、各部署に、まあ、分けてると思いますけども、顔変わる話あるじゃないですか。もう現に変わってる変わってる。もともと僕、面接行った時、こんな顔じゃなかったと思いますよ。だから、多分ここの会社に顔取られてる。だから、まあ、芸能人で見ると、小峠っていう人とこう出し割っているような顔。まあ、いや、もう本当、個人情報なんかいらないんですよ。あっても、多分たくさん従業員は入れ替わりで働きに来てる人のところ、変わってる時みんな顔変わってるから、変わってる認識ができてない人の方が世の中のこと分かってない方ですから、その顔が変わるっていう事象を認めれない人、現物の証拠見ても。その状態の人たちは、この人が多分誰それさんって思って働いてるでしょうから、だから全然違う人間が働きに来ている可能性もなきにしもあらず、一応顔はチェックしといた方がいいですね、本当に何々さんみたいな形で。 けどもうこれだけ変わってたらね、普通はそうなると思いますよ。 この顔と、まだこの顔はちょっと潰れてる方ですけども、こっちの運転免許証の時の顔、ちょっとね、これ撮影、ピントがちゃんと合えばいいんですけどね、これしっかりと見えてる、まあ、ホームページ淡いケースで日記のところも、以前拡大してたんですよ。だけども、まあ、今ちょっとそういうサイズになってしまって。あ、どんな人間が会社にいつの間にか紛れ込んで働きに来てるかなんか分かんないですよ、人材派遣会社なんて。働きに来る人間のリストが来るじゃないですか。で、誰それさんみたいな形で対応するわけじゃないですか。今考えてみたら、なかなか普段、覚えのない人間で、その当人ではない別の人間が働きに来ていたっていうことが、探したらもしかしたら出てくるかもしれないですね。だから、それはもう人材派遣会社の人たちを扱ってる会社の人たちで、ちゃんとチェックをしといた方がいいとは思いますよ。以上です。容姿についても言ってはならない。違う違う、そこまで言っていいんか。 それは言ったら、言ってることの言い方とか、言い方っていうか、容姿、いや、これ、いや、何回も言いますけど、大丈夫か。お前、ちょっと全然ちゃう顔になってる。それ絶対言っていいですから。それか、まあ、これ、まあ、仲良くなったりとか、普通に会話し始めたりした頃とか、まあ、変にフレンドリーになってるというか、まあ、そういう時とかでも、お前、ものすごい不細工な顔になってるぞとか、こういう会話ありましたよね、今までの人生で皆さん。でしょ？っていうことは、その人は、君顔変わってるよっていう認識持ってる人っていうことじゃないですか。で、当の本人に言われてる方が、どういうことってなってる時ありますから、その顔が変わるっていう認識を持ってない人の方が自分で自分の顔を直せなかったりするから、だから、容姿のことはむしろしっかりと言った方がいいですね。で、その容姿のことをあれこれ言われたら嫌がる人間っていうのは、例えば昔の神戸市立ホテルフルーツァーパークの人材派遣会社の最初、誰が会社に残れるかの話で、髪の毛染めてる人間、論外。本当に。ピアスとか、もうそういったものも論外。タトゥーなんかもっと論外で、そういった人たちから、はい、仕事ないやつよっていう形でしたね。髪の毛染めてる人間が一人でも働き始めたら、もうそこの現場総崩れですよ。本当に。
なんかね、今電波で君がニューインっていう声が聞こえてきたんですけども、その男はですね、本当は。で、僕の考え、正しい考えでは、その男に罰金払わせたい。ニューインを使って隠蔽をしてきたか、あの人間。義務教育で全員習ってる。髪の毛染めたらダメだって。海洋基本法違反。それをしっかりと守りましょう。1条から5条ぐらいまでの間で、まあ大体違反してる。河川海を怪我してはならないの文章を見た瞬間にそれが該当するか該当しないかぐらいの認識力ぐらいみんな持てる。もう義務教育は終わった後。髪の毛染めてる人間から顔ブサイクになっておかないとおかしいんですよ。まあまあ、またそこまで行っていいんかいの続き見ますけど、また何かあったら言います。以上です。